笠宗、お前はくれぐれも好き勝手暴れるんじゃないぞ。くれぐれも。約束はできないな。俺は俺の好きなようにさせてもらうな。あなんだよその嫌そうな顔。あの時は安土城に急ぐ必要があったからな。それじゃあ出発するぞ。家康も準備いいか？いつでも。じゃあ俺たちは先遣隊ってことで先に行くぞ。おい、振り落とされるなよ。別に嘘は言ってないだろう。この前は急いでたから早く走ったって説明しただけで、今日早掛けしないとは一言も言ってない。おい、力抜け。誰がお前を乗せてると思ってる。絶対落ちねえから前見ろ。前真正面から風を受けた方が気持ちいい。怖がって縮こまってちゃ楽しめるもんも楽しめねえぞ。怖がるなよ。ほら、そのまま顔上げろ。こっちの方が楽しいだろう。よし、それじゃあもっと飛ばすか。黙って楽しんでな。